はい、トレモロを安定させる、まあ、練習ね、ダウンとアップと、まあ、安定させる練習としてちょっとこういうのをやってみてくださいね。こうトレモロの速さでダウンアップ、こう一振り、ね、で次は二振り、一個ずつ足して三振り、で四振り、で最後五振り、こうね、でこれと同じことを今度アップダウンでやります。ちょっとやりにくいですけど、まず一振り、ね、今度二振り、三振り、四振り、で五振り、こうね、ちょっとやりにくいと思いますけど、でこれ自体が多分できないというか引っかかる人はこれを練習ね、これをスピードがある程度ね、スピードつけて弦のとこスッと通り抜けるようにこう、このスピードをね練習すれば多分これができると思いますので、例えば左手を合わせて、例えばね、こうソーラーこの弦で1振りでしょ、2振り、3振り、あ、ちょ、ちょ待って、1振り、で2振り、で3振り、で4振り、5振り、ね、逆いってみましょうか。例からアップからいくと1振りで2振り、3振り、4振り、5振りとかね、例えば4振りで、で逆の4振りアップから、ちょっとできとんかな、多分できてると思います。重音でやってもいいかもしれないですよ。こうね、こう逆もね、これだからここからスタートすることになりますね。このアーセンのここにつけといて、こうね、あ、じゃあ多かったね。一振りで二振りで三振り、じゃあ多い多い、これが三振りで四振りかな、かな、で五振り、分かれへん、五振り、あ、まあこれ重音になったら分かれへんけど、まあ、とにかくこの練習ね、こう一振りずつ増やしていく練習、ダウンからスタートするパターンとアップからスタートするパターンで、アップからスタートするのは曲の中でこんな懈怠な弾き方しませんけど、練習としてね、練習として基礎練習としてやっとくとね、すごく効果的だと思いますので、ぜひやってください。